はい、ゆうです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日はハーレーダビッドソンシティグループさんのナイトツーリングがあるということで、ちょっと今中野店さんの方に向かっています。初めて大人数でのツーリングをするので、ちょっとどんな段取りなのか分かってないんですけども、楽しく走れたらいいなと思います。はい、で今ここは青梅街道ですね。青梅街道から環七入って、向かおうかなと思ってます。まあ一応12月なんですけども、今日はそんなに著しく寒いって感じではしないんで、まあ比較的走りやすいコンディションかなとは思ってます。一応寒いと困るので、ウエストライドのレーシングジャケットとウエストライドのグローブしています。でファットボブは相変わらずパーツが届かないので、今日はストリートグライドで向かっています。本当はファットボブで行きたかったんですけども、まあこればっかりはねしょうがないんで、まあハーレーで参加できるだけラッキーかなと思って、今日はハーレーで向かっています。一応19時集合なんですけども、まあちょっと早く10分ぐらい早く着くかなって感じで走ってます。最近バイクは乗っているんですけども、ちょっと元ブログは撮っていなかったので、ちょっと久々の元ブログかなって感じです。100台ぐらい集まるっていう風に聞いてるんですけども、まあかなりね大所帯になりそうなんで、楽しみです。いろんなハーレーが見れるかなと思ってますね。お店のスタッフの皆さんも多分一緒に走れるのかなと思うんで、いつもお世話になってるハーレーダビッドソンシティ中野店のスタッフの皆さんと走れたら嬉しいなとは思ってますね。で今は、環七を走っています。まあもうあと10分15分ぐらいで着く感じなんで、比較的サクッと着くかなと思います。この寒い時期にこうバイクでとことこ走ってんのはね、それはそれで結構気持ちよくていい感じです。なんかラーメンとかね食べたくなっちゃいますね、この感じだと。エンジンの熱もそんなに上がっていないんで、バイクにとっても優しいのかなとは思ってます。もうそろそろ立橋なので、ちょっと行ってみようかなって感じです。一回ちょっとハーレーダビッドソンのお店に寄ってみたいなと思います。すでにもう何台か向こうに止まってますね、ハーレー。お店に行ったらもう店員さんも準備して、集合場所の方に向かっていました。これからちょっと集合場所に向かいたいなと思います。はい、出発しました。結構ランダムに進んでいく感じで、どういう感じに進んでいくかちょっとよく分かんなかったんですけども、まあちょっとのんびり今進み始めました。結構ね音がでかいですね、皆さんびっくりするぐらい。自分のストリートグライドがそんなに音が大きくない感じに聞こえたりもします。まあ自分なぜかちょっとね先頭の方入っちゃったんで、前に2人ぐらいしか走ってる方いないんですけども、後ろにはもう数十台のハーレーが連なって走ってます。とりあえず今から代々木公園で、他の店舗の方と集合するので、代々木公園に向かって走ってます。いやでもこれだけの数のハーレーがこう集まるとすごいですね、なんか光景は多分。で今は環七でこのまま井の頭通りまで行って、井の頭通りを左に行くみたいです。だいぶ賑やかな感じがします。
ヘルメットフルフェイスかぶっても皆さんのマフラーの音結構聞こえるんで、自分のようなクルーザータイプ乗ってる人はほとんどいないですね。皆さんスポーツスターかソフテイルとかダイナとか、まあそういう感じの方が多いですね。ちょっとね、後ろからもね見てみたいですね、この光景を。あの前に乗ってるのは中川さんが運転するスクーターですね。中川さんは、中野店の、店長代理やられてる方で、いつも本当カスタムのなんかこう相談とか、まあ、細かいハーレーのこととかいろいろ教えてもらって、いつもお世話になってる方です。まあ今日はねもうみんなハーレーっていうことなんで、こうだいぶねこう賑やかな本当集団かなって思います。しかもみんな黒いんでね、基本的に黒いんでかっこいい感じに見えるかなと思います。右のスポーツスターはかっこいいです。あれはアイアン1200っぽい気がします。なんかこうやってみんなで走るの本当初めてなんで、なんかかぶれないかちょっと心配ですけど、気をつけていきます。本当ハーレーダビッドソンシティ中野店さんにはいつもお世話になってて、こうね自分がカスタムで欲しいなって言って集めたパーツも綺麗に組み込んでいただいたりとか、本当よくしてくれてる会社さんなんで、こうしてねそのシティグループのツーリングに参加できてすごいね嬉しいですね。ブレイクアウトね結構多いですね、今回見た限り。こんだけの人数のハーレーで走ってるともうだいぶねパンチありますね。まあでもそれだけこの中野店とかこのシティグループが皆さんに愛されている証拠だなって思って、すごいいいことだなと思います。で今日は代々木公園に集合してそのまま東京駅の方に行くプランです。みんなフルフェイスなんですよね。まあ寒いっていうのもあるんですけどね、冬なんで。いやそれにしてもけたたましい音がしてますね、こうやっぱり何台もハーレーがいると。しかも多分みんなチューニングだったりとかカム交換とかしてるんで、余計ね音が大きいなって感じがします。8時集合なんですけども、もう代々木公園まではあと少しですね、10分ぐらいですかね。はぐれちゃいましたね。まあでも次の信号で皆さん待ってるんで落ち着いていこうかなって感じです。まあでもこれだけハーレー好きな人が多いっていうのも本当すごいことだなと思いますね。決してこうなんだろう、リーズナブルなバイクではないと思うんですけども、でもそれでも乗りたいって思う人がこれだけいるってことは本当にね、まあ魅力的あるブランドメーカーだなっていうのがね改めて思いますね。もうこの信号を越えたら代々木公園なんで、とりあえずそこで休憩かなって感じです。めっちゃハーレーの音が聞こえますね今。はい、川越店の皆さんと西東京店の皆さんが合流したので一緒に走ろうかなって感じです。
これから原宿を越えて表参道の方に行きたいなと思います。なかなか表参道をこんだけのハーレーで走るってことがあんまないんで、ちょっと新鮮ですね。表参道のイルミネーションは今年は木じゃなくてこの道路の脇の植物にライトがついてる感じですね。これはこれでなんか綺麗だなって感じです。はい、246に入って、またみんなで走ってます。なぜか今回は前の方を走ることが多くて、サンタクロースを着た人たちの後ろを走っています。いやー、これだけの大所帯で右に曲がるの結構ね大変なんですよね。今はここは青山霊園の横ですね。乃木坂の方に今向かってます。まあみんなでツーニングしてるんで、少しずつこうね調整しながら走んなきゃいけないんで、止まったり走ったりみたいな感じで、進んでます。皆さんサンタの格好をしたり、思い思いのコスチュームで来てる方もいて、なんかそういうのも見るだけでもね少し楽しいですよね。っていうか自分のエンジンの音がほとんど聞こえないぐらいのこう轟音で、結構ね今カオスですね。今六本木の横を通過してますね。ローライダー S とブレイクアウトの人も結構多いなって感じですね。結構皆さん思い思いのカスタムはやっぱり施されているので、ノーマルで乗ってる人はあんまりいないですね。やっぱりみんなあれこれいじって乗ってる人が多いですね。もうすぐこう左に曲がると東京タワーですね。やっぱ冬は寒いんでバッテリーの電圧が低い気がします。なんか赤いマークもついてるし、まあ、ちょっとこれもハーレーダビッドソンシティ中野店でちょっと見てもらおうかなと思います。ここは日比谷です。中野から代々木公園、六本木を抜けて日比谷まで来ました。東京駅はもう少しなんで、多分ゴールはあとちょっとかなと思います。初めてこのツーリングに参加してるんですけども、まあ、集団の先頭走ってるのはなんか不思議な気分ですね。まあ、こういうのもなかなかできないんで、まあ、一つの経験かなと思ってます。はい、出発します。
前にいるのは川越店の児玉さんですね。よく YouTube 見させてもらってます。でさっきお話しさせていただいたんですけど、すごい丁寧ですごい感じいい方でしたね。児玉さんもストリートグライド乗っています。かっこいいですね。まあ、これだけのハーレーが集まるといろんな人よく見られますね。周りの人、歩いてる人、車乗ってる人、バイク乗ってる人、いろんな人から注目されますね。隣のストリートグライドもかっこいいですね。はい、ありがとうございます。はい、シティグループのツーリングが終わって、これからちょっとスタジオに行こうかなって感じです。丸の内まで皆さんと一緒に走らせていただいてすごい楽しかったですね。で今はこの丸の内の綺麗な夜景を見ながらちょっとスタジオまでブラッと走ろうかなって感じです。写真撮ってる人いっぱいいますね、ここやっぱり。で初めてこう大人数でツーリングしたんですけども、すごい楽しくていい経験になりました。皆さん思い思いのカスタムが見れてよかったかなって思います。いや今日は中野店が30台、川越店が10台、西東京が30台、合計70台で走ったみたいですね。やっぱ70台で走ると列が切れてしまったりコントロールするのが結構大変なんですけども、そこはシティグループの皆さんのサポートのおかげで皆さん目的地まで無事について本当に良かったなと思います。事故もなく無事故無違反で良かったなと思います。ツーリングモデルで来てる人は本当に少なかったですね。数えるぐらいの台数しかいなかったと思います。スポーツスター、いやソフテールが一番多かった気がしますね。ミルウォーキーのソフテールが一番多かった気がしますね。やっぱりまあ、ディーラーでね、今売ってるものといえばソフテイル、ミルウォーキーのソフテイルとかスポーツスターになるんで、エボとかショベルの人は、ね、いなかったですね。ツインカムの人もあんまいなかった気がしますね。いやお腹空きましたね。ラーメン食べに行こうかな気がします。スタジオに行ってラーメン食べに行こうかなと思います。いやでも本当にこのウエストライドのレーシングジャケット全然寒くないんですよね。びっくりするぐらい本当これ買ってよかったな気がしますね。中はロンティーにヒートテックしか着てないんですけど、それでも全然風が入ってこないんで余裕ですね。でお茶の水ですね。この辺はお茶の水から本郷三丁目を抜けて田畑に向かいます。なんか真冬走ってるんですけど風が入ってこないんで全然真冬感がなくて快適です。いやなんかあんまりこう夜中バイクでラーメン食べに行くっていうこともそんなにないんで、もしこのチャンネル見てる方でおすすめのラーメン屋さんとかあればぜひ教えていただければなと思います。コメント欄の方に書いていただければ嬉しいです。電圧もかなり戻ってきたんで良かったです。さっきちょっとこの辺に嫌なランクがついてたんでちょっとどうしようかなって思いながら走っていたんですけども、まあ多分ねバッテリーがちょっと蓄電されてなかったのでまあ弱っていたのかなって感じですね。はい、もう少しで田畑に着きます。丸の内から田畑までは20分ぐらいなんで比較的近いかなって感じです。道も空いてたんであっという間ですね。はい、スタジオを後にして
今ラーメン屋さんに向かっています。今日はちょっととりあえず武蔵屋板橋店に行こうかなと思って今バイク走らせてます。はい、武蔵屋さん着きました。ちょっと食べに行ってきます。はい、武蔵屋でラーメンを食べて今また移動してます。初めて武蔵屋の板橋店でラーメンいただいたんですけども美味しかったです。板橋店はチビラーメンが550円でしたね。新中野の武蔵屋はチビラーメン600円でしたね。ただご飯が板橋店は小さいご飯のみで、新中野店はまあ普通のライスも選べるってことで、まあ一長一短ってとこですかね。はい、で味はちょっと新中野店よりは薄味だった気がします。新中野店で食べ慣れてる人は濃いめの方がいいかなと思います。まあでも著しく味が薄いってわけじゃなくて、まあちょっと薄かったぐらいかなと思って、全然美味しく食べれました。そしてラーメンも食べたので、体がポカポカのうちに帰ろうかなって感じですね。はい、今日はハーレーダビッドソンシティグループの、ツーリングに参加させていただいた動画でした。これからもハーレーダビッドソンシティ中野店含め、まあ、いろんなお店の方にもお世話になっていこうかなって思いますので、引き続きよろしくお願いします。この動画見ててハーレー気になった方がいましたら、ハーレーダビッドソンシティグループの方に足を運んでいただければいいかなと思います。あとカスタムの相談とかも結構柔軟に対応してくれるので、カスタムしたい方もぜひぜひお店の方に伺っていただければなと思います。なかなかこう自分のようにディーラーが取り扱ってないパーツとか、あの持ち込んで組み込んでくれるところってないと思うので、通常はね、あのディーラーで扱える範囲のパーツのみ取り扱ってくれるっていうことが多いと思うんですけども、まあ、中野店さんに関してはまあもちろん車検に通ってるっていうことは条件なんですけども、ディーラーで扱っていない海外のパーツもしっかり取り付けてくれるので、まあ自分でパーツ取り寄せだけど組み込みできないっていう人は、まあディーラーの方にね相談するのもちょっとありかなと思います。このチャンネルはバイクをはじめ自分が興味あることをご紹介していきますので、いいねやチャンネル登録のほどよろしくお願いします。ではでは。